じゃあす、皆さんこんにちは、野球茶場の向こうです。昨日配信しました向こうず VS 滝野川ブルーイングスさんとの前半戦のハイライトですが、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、手に汗握る投手戦を見ていただければと思います。向こうず前半戦はチャンスを作りながらも走塁ミスなどでね、得点を奪えず、チャンスで惜しい当たりが出るもあと1本が出ずといった展開です。加藤純一さん3戦6連敗中ということで、不吉な呪いを打破できるか。向こうず初参戦の長谷川レナポンと加藤純一さんに勝利を。1対0、1点ビハインドで後半戦がプレイボール。というわけで5回の表、打席には6番バッター先頭の長谷川レナポン。そんなレナポンがいきなり見せます。もう一度スローでどうぞ。ちなみにこの日のレナポン密着動画はヒュースタチャンネルで見れますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。いやー、それにしてもね、6年ぶりの実戦で、さらにね、草野球初参戦ということなのにいきなりヒットをかまし、やっぱり持っていますね。そんな中で先ほどセンター前ヒットを放った萌えちゃんは空振り三振に倒れ、ワンアウトランナー一塁。そして8番の明智を迎えます。そしてワンボールワンストライクからの3球目でした。まさに驚きの連続。皆さん、バツパンで全力でスライディングをする製品を見たことがありますか？おそらく世界で1人。さあ、フルカウントとなって、ここは明治も空振り三振で倒れ、ツーアウト。なんとかこのレナポンの頑張りに1本打ってホームベースを踏ませたい。さあ、そこで迎えるは向こうずの GM 平谷さん。GM が内角の厳しいボールをセンターに運ぶも、惜しくもセンターフライに倒れ、向こうずここも得点ならず。しかしレナポンのヒットと盗塁でチームが非常に明るくなりました。さあ、5回の裏、萌えちゃんの2イニング目、キャッチャーには向こうが入っております。さあ、迎えるバッターは4番の小松君。肩口から大きく曲がってくるカーブでストライク。そして2球目、ここはチェンジアップをファールでツーストライク。そしてサードの向こう君に注目。なんと人生初のサードに入った向こう君がフライをキャッチしワンアウト。チームのボルテージは最高潮、本人も非常に身震いしておりました。さあ、そんな中、萌えちゃんの腕がどんどんと触れていきます。ツーストライク追い込み、アウトコースのスライダーで向こうのビタ止めも炸裂。しかしここから萌えちゃんが突如崩れます。ツーアウトランナー一塁から右バッターにデッドボール。そしてこのガッツポーズ。ツーアウトランナー一塁、さらには豊田先生にデッドボールを与え、連続四球でツーアウトランナー満塁の大ピンチ。もう1点もやれないこの場面で、セカンドのレナポンに打球がきます。このセカンドゴロをレナポンがきっちり落ち着いてさばいて、満塁のピンチをなんとかしのぎます。さあ、回は6回の表、ワンアウトランナー一塁で打席には石丸。このレフトへの打球がポーンと跳ねまして、レフトが後逸。体重105キロの動けるデブ石丸が値千金の同点タイムリー。その後、植木はフォアボールで出塁し、ワンアウトランナー一三塁でバッターはインターネットヒーローを迎えます。復帰2戦目でタイムリーヒットを打つことができるか。スリーボールワンストライクからの5球目、ここは相手投手が加藤純一さんのファンだということもあり、力んでしまったか、フォアボールで出塁。そして迎えるは2番の木穂君、先ほどライトへヒットを放っております。
初球からこのフルスイング、最初はモコをなんで2番に置いてんだというコメントがめちゃくちゃありましたが、今では笑う人が誰もいなくなりました。そして2ボール2ストライクから、ここは惜しくも緩い変化球に空振り三振に倒れ2アウト。ここでモコウ君とグータッチをし、3番の向こうが2アウトランナー満塁で打席へ。1打席目にサードゴロ、2打席目に空振り三振と緩いボールにやられてしまっているため、ここはきっちり見極めて引きつけてセンター返しを意識して打席に立っておりましたが、3球目、めちゃめちゃ上体に力が入っておると、ちょっとねベンチで一言言って自分をね落ち着かせておりました。そしてカウントは3ボール1ストライクとなり、高めは得意なんですがここは仕留められず、そしてフルカウントとなった7球目、またしても引っ張ってファールからの8球目にまさかの展開が。このフライをサードの選手がまさかの落球、向こうの強い念が通じたのか、ラッキーな形で逆転に成功。そして4番の海雄太くんがセンター前タイムリーヒットで、二塁ランナーの加藤純一さんも沼走塁でホームに生還。向こうず貴重な追加点で4対1、3点リードとなります。そして5番バッターゆゆうとさんを迎えます。打席でニヤニヤ楽しそうなゆゆうとさん、ここは惜しくもセカンドゴロに倒れるも非常にいい打球を放っておりました。先発の植木萌えちゃんからの海君が継投、そしてキャッチャーには明春が入っております。テンポのいい投球で2ストライク追い込み、ここで相手バッターが、おそらく陸上をやっていた選手でしょうか、めちゃめちゃ足が速くて海君が珍しく暴投。ノーアウトからランナー二塁のピンチを迎えます。この場面で海君の火の玉ストレートからの明春のビタ止めが炸裂、ワンアウトランナー二塁、ライトに入ったモコウ君へ打球がきます。この打球がライトのモコウ君、セカンドのデラポンの間に落ちて1点を許し4対2。そして滝野川最強バッターが、海君のストレートを完璧に捉え左中間へランニングホームランで4対4の一挙同点。試合は振り出しに、さらにピンチは続きます。フラフラっと上がった打球をレナポンが惜しくもキャッチできず、海君が珍しくピンチを招き、向こうず終盤で非常に苦しい展開に。そしてショートの加藤さんへ打球が、スライディングキャッチ惜しくも及ばず1点を失うも、レフトの植木、加藤さん、萌えちゃんとつないで素晴らしい連携プレーで3塁への進塁は許さず、後続をピッチャーゴロに抑えるも、なんと向こうずこの回4対5逆転を許してしまいます。さあ回はラッキーセブン、先頭バッターは先ほどヒットを放っているレナポン、加藤純一さんの声援が一段と大きくなります。しかしここはサードゴロに倒れてワンアウト、続くバッターは萌えちゃん、初球攻撃もファーストゴロに倒れ2アウト。そして8番の明春、空振り三振に倒れ3アウトチェンジ。この回からマウンドに上がった滝野川のエースが素晴らしい投球を披露。そして7回裏は海雄太君がきっちりと三者凡退で締めて8回表の攻撃、先頭バッター GM 平山さんが鬼打球を連発。そしてマ
まさかの特大ファール3連発でボールは遥か彼方へ消えていきました。結果このサードゴロで悪送球の間にノーアウトから出塁、そして2アウトとなり打席には石丸。今一番チームで期待できるバッターがここでも見せます。レフトへ特大のツーベースヒットを放ち天性の内角打ちを披露。ツーアウトランナーに三塁、ここで打席には植木を迎えます。石丸植木の千葉敬愛学園コンビで逆転なるか。その2球目ここはツーシームを捉えられず向こうず惜しくも逆転ならず。そして8回の裏マウンドには2007年ドラフト6球団競合の大場翔太さんがマウンドへ。明春とのバッテリーは2度目になります。センターの向こうがフライをキャッチし、セカンドのレナポンへショートバウンドキャッチ。落ち着いて先頭バッターを打ち取ります。大場さんの剛速球を明春がビタ止め、テンポよくツーストライクと追い込み、ここもピッチャーゴロに打ち取りツーアウト。そして先ほど同点のホームランを放っている滝野川で最も怖いバッターを迎えます。ここは大場さんに軍配、三者凡退に抑え最終回の攻撃を迎えます。残り時間あと3分ということで打てる球は全部振るということに。先頭は加藤純一さん、とにかくホームランを狙っておりました。高めのストレートを紙一重か。ピッチャーフライに倒れワンアウト。打席にはモコウ君、力と力ストレートの真っ向勝負。そして2球目も空振り、カウントワンボールツーストライクからの4球目、決め球はスライダーでしょうか。空振り三振に倒れツーアウト。そして3番の向こうを迎えます。時間の関係上最後のバッターということでホームランしか狙っておりません。どんな球でも放り込んでみせる、そう思ったフルカウントからの6球目。最後はピッチャーゴロに倒れここでゲームセット。5対4で滝野川ブルーイングスさんの勝利。そして試合後はミーティング。お疲れ様でした。VS 滝野川ダブルはやったんだけどちょっと時間の関係上ギリギリになっちゃって、最後慌ただしくなって結果、5対4で敗戦ということで、いやー悔しいっすね。悔しいね。ちょっとあの加藤さんが多分一番悔しがってると思うんですけど。そうですね。もう今シーズン勝てないんじゃないかな。今年中。今年は。あと2ヶ月。あと2ヶ月。はい。まだチャンスくださいよ。そうですね。ちょっと次また。そうですね。前向きにいきたいですね。本当にあの初参加のね、長谷川レナポンが。大活躍。すごい。フルイニング出場。本当すごかったよマジで。ね、それもすごいし。ヒットの時、ヒットの時スライディングするし。最初のノックのダイビングの時点でね。違うなと思って。でボイちゃんも。いいところでね。やっぱ盛り上がるね。大場翔太さんのレフトオーバーもすごかったんですけど、レフトオーバーはすごい。レフトオーバーはね、すごかったけども、なんかあの後いなかった。塁上にいなかった。で、あのモコ君が2安打。2安打。2安打。ヒット1本とフォアボール。え、2安打しなかった。え、なんかライト方向行かなかった。そう。あれがない。それがない。あれがライト前。あ、それだけ。あと、あのサードフライのファインプレー。あ、入ってる。
よかったね、入ったってバックハンド、バックハンド素晴らしい。いやナイスゲームだった。いやあの4失点があったけど、あれもね、相手バッターがやっぱ良かったよ。でも甘いの言ったのが全部打たれた。確かに振るってね、よかった、あの左バッターとね、最高、最高、あれすごかった、マジで。足めっちゃ速いし、速かったね、1人やばいやつだし。たくさんからね、長谷川さんどうでしたか。いや、すごく楽しかったです。いや、こちらが楽しませてもらいました。素晴らしかった。もうぜひね、あの月1もしかしたら参加してくれるかもしれないんで、ちょっとあの特待生として。セカンドだから元のライバルだった。セカンド多すぎる。セカンド多すぎる。そう、4人ぐらいいるんですけど、ぜひね、あの張り上がってください、皆さん。フルイニング出れる人来ちゃった。確かにそう。まあでもみんないろんなポジション経験してる。次回はあのゆうたさんもちょっとピッチャーやってもらって。今日ね、ずっとあのブルペン完投してたんで。すいません、ユータめっちゃ来てました。また次回頑張りましょう。はい、じゃあ、最後、じゃあ石丸一本攻めいこうか。はい、行きましょう。とりあえず年内まずは加藤さんに初勝利を。はい、また次回よろしくお願いします。よー、はい、ありがとうございました。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 あやしゃ、あやしゃ、あやしゃ、この映画を守りたい。あやしゃ、最後、最後、最後、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。OK です。OK です。